どうも、こんにちは。うちのお師匠さんが虫送ってくれるということで、ありがとうございますというわけで届いたんですけれども、今回は皆さんと一緒に開封していきたいと思います。ちょっとね、伝票は剥がせていただいたんですけれども、パカッとな。おお、こんな感じか。これとこれとこれがそうですね。はい、何が届いたんだろうな。見ていきましょう。あ、でっかいクワガタがいる。マンリブラリス二股クワガタですね。いわゆるマンリブですけれども、これね、ラベルが珍しくてボルネオらしいんですよ。マンリブラリスってスマトラのベンクールのラベルで、アリストさんの扱いがあるんだけど、それ以外ほとんど出回らないですからね。マンリブラリスでもボルネオのマンリブラリスは貴重ですよ。で、ボルネオのマンリブは体色が赤くなるっていうのがね、特徴なんですけれども、まあ赤っぽくなるというのが正確かな。いやー、かっこいい。75ミリぐらいかな。このまっすぐに伸びた日本の大顎が、強そうなイメージで素晴らしいですね。ちょっと一旦戻っていただいて。ということは、こちらはマンリブラリスのメスですね。どこに入ってるんだろう。マンリブのメス、いた、捕まえた。うわー、すごいパワーだ。うわー、はい、マンリブラリス二股クワガタのメスです。二股クワガタはね、もう 100% 完全な在海なんですよ。ごめんなさい、訂正します。マンリブラリス二股クワガタはということでお願いします。あとはね、リノケロスとかパリとか、この辺がね、在海なんですけれども、まあフォルスターとかはね、若干違う傾向もありますんで、東南アジアでもインドネシアとかボルネオ系の二股は在位ですね。で、在位の種類でも、この方々はクヌギよりもコナラ系を好む傾向があります。こういうね、在海系の二股クワガタは、コナラ系の材でも、シイタケ菌の死んだ古い材を好む傾向がありますね。まあ、バクテリア材なんかあれば最高なんですけれども。ペアリングセットに入っていただきましょうか。ボルネオのサバ州が産地になってるみたいですね。まあ、うちの師匠に教えていただいてるんですけど。ボルネオでも北部がマレーシア側で、南部がインドネシア側とか、あれ同じ島の中で国境があって分かれてるんですよね。サバだから北部だと思いますけど。これね、二股クワガタ特に獰猛なんでね、こうワイヤーで固定してしまいましょう。マンリブラリスなんて久しぶりに見るなぁ。まあ、立派なものはね、100ミリ超えるという大型種ですけれども、飼育はね、産卵がちょっと癖あって、幼虫はね、マットで安全に大きくなるんだけど、まあ、うちの流派ではシワタケがマンリは効くんで、シワタケでやっちゃいますけど、これね、こうやってワイヤーでパチッと固定していい感じですね。やっぱりマンリかっこいいな。マンリブラリス二股クワガタボルネオさん、結構な値段しますよね、これ買うとね。お師匠さん、ありがとうございます。よっしゃー、でけたでけた。で、まあね、ハサミでこのワイヤーの長い部分パチッと切って、これで完成ですね。二股クワガタペアリング、はい、
ゼリーも入れておきましょう。続きまして、こちらのプリンカップ開けていきましょう。パカッとな。お、いたいた。麺型メリーですね。カメルーンさん、頭順がね発達してて、大顎も立派な大子系ですけれども、カメルーンさんなんで明るいオレンジ色をしてます。コンゴさんのメリーっていうのも、昔なら奥はセンターさんが輸入してた頃に出回ってたんですけど、コンゴさんに関してはね、色が濃いオレンジ色なんですよね。まあそういう細かい違いはあります。カメルーンさんが明るいオレンジ色で、コンゴさんが濃いオレンジ色というね。あとはグラディアトールとジョンストンっていうね、麺型が流通してますけれども、メリーだけがね、ザイウミなんですよ。で、やっぱコナラ系のザイを好むんですけれども、で、まあこの方々はね、ゼリー食べてるの確認しないことには交尾にかけられないんで、まあちょっと休憩していただきましょう。こっちはメスかな。7月かっていうことだったんですけどね、時期的にはこの方々ワイルド冬に発生するんで、そろそろゼリー食べ始めてもいいと思いますけど、まあこちらカメルーンサンメリーのメスですね。麺型っていう名前だけあって、このお麺の模様のような特徴的な彩りがあります。入っていただきましょう。メリーだけがザイウミなんだけど、ザイウミの割にはね、禁止瓶があまり効果がないというかね、死亡率が高いんですよ。大平竹でも、シワ竹でもそうなんですけど。なので、麺型はすべて発酵マットで仕上げていくんですけれどもね。まあ、幼虫が成虫になっていくわけですけれども、さなぎになるときに、麺型は特徴があって、眉玉を作るんですよ。そこはね、根太とかツヤクワガタとか丸羽みたいな変わった生態してるんですけれどもね。まあ、眉玉を作るようなクワガタだから禁止瓶合わないのかもしれないですね。というわけで今回はですね、うちのお師匠さんからかっこいいクワガタ送ってもらったよというご報告の動画でした。まあ、こちらはペアリングしてもらってますけれども、ボルネオのマンリブラリス二股で、そしてこっちがゼリー食べるまで休憩、カメルーンの麺型メリーですね。まあ、どちらも本当に立派なかっこいいクワガタで、とても嬉しく思います。お師匠さんありがとうございます。まあ今回ばかりがありがとうというわけではなくて、うちの師匠にはいつもお世話になってますからね。もうかれこれ20年ぐらい頭が上がらないんだけど、あ、かっこいいですね、マンリブラリス。まあ、こんな感じで、ちょっとマニアックですけれども、クワガタカブトムシカナブンハナムグリの動画を YouTube にアップロードさせていただいております。もしよろしければチャンネル登録していただけると非常に嬉しく思います。今回はこんな感じで、それではまたお会いいたしましょう。さようなら、バイバーイ。イエーイ。